はい。今日のマティエです。ちょっと珍しく <laughs>、パソコンを起動してるので、ピポピポうるさいかもしれないですが、よろしくください。で、はい。ちょっとね、あのー、一番上の方ね <laughs>、あのね、ちょっと、後から来た情報がもう、もう見えてる。もう見えてるけど、あの <laughs>、そっちの方が熱いから、上、飛ばすね。うん、ほとんど。ね、上。そう、僕も、最近、ぼっち・ゾドッグね、ちょっとやっぱ見てるんですけど、 なんか、本人が、なんか、いい原作改編シリーズね、らしいから、なんか本人が、いや、これ終わるのしんどいみたいな感じで話してるっていうのを見たっていう、そういうやつです。で、2個目ね、はい。なんか、今日、まあ、チコちゃんに叱られる方を見てたんですけど、なんか朝にやってる、土曜日の朝やってるんですけど、なんか世間の、これって、あの、実はどうなん、どういう、なんでこうなるんでしょうみたいな、そういう感じの番組なんだけど、なんか、 ね、19歳ぐらいから時間の流れがね遅く感じるようになっちゃうって聞いて僕今19なんで来年二十歳なんですけどちょっとまあそろそろかなって思っていやきついなともう1一応20歳まであと1か月も切ってるわけだからまだ、あ、ま誕生日は行かないんだけどちょっと年年で見たらもう二十歳いっちゃうからちょっと <laughs> 震えてるねうん僕2003年生まれなんでまあ今言えばわかるけどうん。 ちょっと、ちょっと身、身を <laughs> 引き締めて、息は、身を引き締めはしないけど、肝に銘じて、な、なんて言ったらいいのあのね、このまんまの俺だけど、あの、覚悟はしておこうって <laughs> ね。ね俺でも、こうやってね、ちゃんと毎日やってるから、そこでね、ちょっとでも、今、正気を保つことに頑張ります。で、その後にやってたエマージェンシーコールって、なんかね、救急隊の方々が、なんか、実際の仕事の現場みたいなの見て、いや、ちょっと <laughs>、 重いな本当重かったあの本当にこうやって苦しんでる人がいるんだってやっぱりなったっていうまあちょっと調べれば分かるちょっとね重い内容だからちょっとねあのちょっと苦手に言ったら苦手かもしれないけどちょっとためになるとは思うんでね皆さんも見てみてくださいちょっとあの本当に、ね、救急隊の方々がどんな感じで仕事をしてらっしゃるのかって感じだからちょっと俺はちょっと惹かれちゃったねちょっとってかそのまま番,番,番組つけっぱにしてたら始まった感じだからまああえはしなかったね うん、でまあ3つ目いや4つ目かそう伊勢河チさんあのなんかいつの間にか新しいの出たから見たっていうそれだけですはい面白かったよねなんかいつの間にか何だっけ1回、ね、1回なんかな,なくなってでなんかまた今ちょっとたまなんかちらって今日アニメなんかまた見ようかなって思って見てたらなんかあったからおあるやんってなってあ見たっていうそういう感じですはいなんかね こんな書いてるんだけどなんか,かここそうなんかねずっと中指の付け根あたりなんかねずっとなんか刺さってんだよね多分これ刺さってんだけどもう抜けない位置にあってでなんかもうそこを周りに皮が変な風にできるっていう。 なんかねそこだけ穴開いてるみたいなそんな感じできついわあれちょ誰帰ってきたわちょっと切るえ一回切ります今日の負けを取ってるんではいはいちょっと今ディスコで一応なんか通話しながらやってたんで,でもなんか知り合いが今来たわやばいあちょっとスピーカーオフにしないとあっちの帰ってこれちゃうわ <laughs> えーっと何でちょっとちょっとこっちのかわいいやでが ちょっとお帰りしております。イラスト。かわいいイラスト見つけたんで、ありがとうございます。と。これのおかでちょっと頑張れてるわ。で、まあ次だね。バーガーこう出た。の、今日、昨日友達と出かけて食べてきてて、ね、家だとなんかね、ちょっとなんかバーガーつくちょっとしたバーガー作るみたいな感じで、それで今日の朝作って食べたってやつなんで、それでチンしたときに見てなくて、ちょっとあいつの間、<laughs> こう出ちゃってたからあ、それで、まあ、うわーって感じだった。 でもね、味自体は焦げてた部分以外、普通に美味しかったから、もう満足でしたね。で、それで、じゃ画像が下にあるから見るわ。で、まあちょっと、今ンは語ろうか、ちょっと。で、これ、あれ、リンゴと見せかってトマトね。で、これ、まあ、まあ、取れた。で、そう、コスチューム、ちょっと画像バラバラだけど、まず一個にやるね。で、ブレドラ、ね、2023年の第1弾のオリジナルヒーローということで、ブレドラね、あのー、なんだっけ、 前は、前からなんかさ、その、医療っていうのはなんか欲しいみたいな感じでさ、まあ、コンバー界隈でも言われてたじゃん。で、まあ、本当に来たわけなんだけど、まあ、ここまでドラゴンとは思ってなかったから、まあね、ちょっとえ、えっては思ったけど、でもさ、やっぱ水源になるとさ、ドラゴンってかっこいいんだよ、うん。かっこいいの。だから、ちょっとね、これはね、楽しみにしてた、本当に。でも、来年だからさ、もう、いろいろちょっと、ね、重いっていうか、 ちょっと来年かーってなってなんかもう年明けたくないぶっちゃけ年を取るのが嫌とかじゃなくてなんかうんいろいろ仕事とかもさなんかもうああもう年また会えじゃったからもうここでやっていかなきゃいけないのかなって覚悟がちょっとしたくないんだけどそいうのかあるのかなっていやー重いわ <laughs> 重いはすごいでまあまあこれはまあいいわブレドラね、まあ、楽しみに待ってますと。 で、次ね。はい。アルダハブ・アルカティアんね。これが、ま、今日の20時から、まあ、実装されて、もみんなたくさん使ってるんですけど、僕は、まあ、3回回して出なかったですね。うん。<laughs> いや、1回分ね、あの、課金してやったんだけど、それでも出なかったから、ちょっと、しんどい。で、友達は、あの、1回で出してたって言ってたから、1回いや、ダブリなしで出してた。あ、でもそうか、1回で出したのか。 って聞いたんで、ちょっと、いやー、ちょっとな、慣ましたね <laughs>。まあ、また、ね、披つしてもらえる機間にね、出せばいいんでね。その辺は気長にやっていこうと思います。で、まあ、こっちなんですよ、本命は。そう。いや、とあるコラボね、熱いんだよ <laughs>。いや、僕がね、一応、とある系に出会ったのまあ、レールガンとかね、ぶっちゃけアクセルレーター見てないんだよ、そんなに。その、ラノベの方はね。見てないんだけど、そのね、 実際そのあの実際とあ,るにとあるシリーズに出会ったのは僕中学の頃なんですよねちょ,っとちょっと声遠いなちょっと今物ろうとしてたからごめんで中学の頃に、まあ、学校の図書館であってそれでまあ、前々から存在はしてたし見るかっていってそこからハマってでまあずっと 最近はちょっとね、忙しくて、その、か、のか、ラノメの、その本自体は買ってるんだけど、見れてないってことがあるんだけど、まあ、それでね、まあずっと、まあ長,く長い間お世話になってはいます。すごい。でね、それでね、あのー、まあとあるね、まあ、上条さんが来て欲しかったなっていう気持ちが、すごいあるんです。上条さんが欲しかったっていう気持ちがあるんですよ。 でもね、やっぱね、その、コスチュームさっきも下見たと思うんだけど、コスチュームの配役見たら、あ、あ、レールガンでもやっぱ良かったなって、まあ、納得しちゃったね。うん、もう負けた。負けちゃった。もうでもね、上条さん惜しかったよ、ほんと。上条さん来た時の妄想何回してたか分かんないもんだって。<laughs> HA でさ、ジャストで当てると、カウンターして、ほんと、ジャストで難しいけど、 きつね、若干きつねみたいな感じで相手の能力無効化でしてその間一定時間その,あのサイレントじゃないんだけどなんか上条さん専用のなんかアビリティみたいなの来てほしかったっていうのが <laughs> あるんだよねほんとやね本当ねほんと上条さん <laughs> でもねちょっとぶっちゃけちょっとだけカードカードにちょっとでもいいから釣ってほしいっていう希望がある本当にちょっとだけでいいからさだからちょっとカードにマジで上条さん頼むわもうせ 大制裁とかの時のさあの上条さんの,あのフォークダンスしてる時とかそういうのでいいからさマジで出してた本当にいやとあるコラボでここでさ一回も上条さん映んなかったらもうダメだからさマジでほ本当に運営さん頼みますよ本当にもうまカード映ってたかもしれないけど見てないんだよねちょっとあとでもう一回見直すわうんでも、まあ、性能ねちょっと見ようかまあ見るわちょっとえっと三坂が まあ、バランスいいね。結構高水準ということで。まあ、使う人多いんじゃないかな。僕もね、ちょっと、どっちか、違う、どっちかじゃない、どっちも出るまでね、一応引くつもりではあるんで、まあ、いつ出るかなーって。でもね、コスチュームもやっぱ欲しいんだよ。やっぱ、どれもいいから。いやー、あの、本当にね、あの、この下で映るかもしんな、ね、い、映るから、その時にまた言えるけど、配役がね、本当にね、いいとこはいい。でもね、ちょっとたまに微妙なとこあるからね、そこはまあ、いいとこは。 でも中の人同じだったしすんのかなちょっとその辺、ちょっと見てないから、あれだけど、その辺詳しくねえからさ、ね、こんだけあれなのに、ちゃんと見てるんですよ、僕だって。でも、詳しくない <laughs>。なんだお前はって、ほんと、微妙だよね、すごい。まあね、それで、やっていくわ、もうなんとか。まあちょっと、もう一回、もう一回性の見ようね。はい。で、サ坂が、まあ必殺でエルガンと、 hs ね。hs レールガンなんだけど、前方中距離に強制スタン、遠距離か。に強制スタ,ーン,制スターンなんだけど、これね、多分ね、は溜まる速度が速いんよ。でも、それでいて、射程は多分ね、そこまで長くない。多分、さっきも見た感じ、あの、原作に忠実に行くっていうのは途中でコインが、あの、熱に耐えれなくて溶けちゃうから、あの、多分ね、どんぐらいだろう。うーん。 多分ね、そのさっきデラクラでやってたと思うんだけど、多分 C 届いてもうちょっとぐらいなんだと思う、多分。あと、それでいて、あの、射程がみ、射程と短いし、あのー、多分範囲がね、めちゃめちゃ狭いの。でそう、これ前方遠距離に強制スタンでしょだから、強制スタン遠距離にしてるけど、でもそれ全部、全部じゃない、その、スタンは調整だとして、その、 あ、真ん中が当たるかどうかって言うと、すごいそこはシビアだから、きつい、ぶっちゃけ。で、ちょっと待って、入んない。よいしょっと。入んない。後でいいわ。で、まあ、強制したんで、で、なんだっけ、中心部なんだけど、あのー、これね、C とかに集まってるときは強いんだけど、多分普通に当てずっぽうで当てる分には絶対むずいから、 まあ、やるなら、まあ、格殺で一体持ってくっていうのがいいかな。だから、脇ンやんとか、まあ、それこそスタンカードで止めてから、まあ、発生は多分早いだろうから、それで打って一体、格殺で持ってくとかって使い方が、まあ、一番実用的なんじゃないかな。で、あとまあ、溜まる速度も多分ね、もう早いと思う。だって、ゲーセンのコインだもん。うん。ゲーセンのコインで本人はまあ、これ多分、世界観的には、あのー、ぶっちゃけ T ィー コラボは t って書いてるけど、これ多分世界観的にはさ、t とか s でもなくて多分最初期なんよね。うん。最初期だから、別にバンバン撃ってんね。レベル6はってな、なってないから、全然ね、撃てる。多分、溜まる速度はまあ、どんぐらいだろう。うーん、でもね、リュウほど速くはないと思うから、うーん、13ぐらいじゃないの、でも、多分。 結構早いと思う。あ、でもね、格差取れるから、どうだろう。でも1試合に多分2試合はね、普通に打てるぐらいのね、溜まる速度ではあるとは思う。ね、うん。まあその辺はね、ちょっと使い方次第ってことでね、まあ、その2回をうまく使えるっていうのと、あとまあちょっとね、そこは、ね、本人の PS なんで、どっちもアタッカー、じゃあ違うわ、アクセルレーターかあんなだわ、まあ、アタッカーなんでね、まあビシビシ、まあシャビギビギをね、ちゃんと当てれるかどうかなんだよね、うん。 であ能力が、スタン対象へのダメージ増加、カードスタン効果延長と、これね、これ、これやばいよね、これ。<laughs> これ、多分 GB、GBG の、あのー、ちょっと、やつだから。ルチアーノの遠距離攻撃とか、まあ、そのような当たるやつ。ね、スタン対象へのダメージ増加でしょと、あと、カードスタンの効果延長ね。でも、これ、スタン対象なんだよ、これ。だから、あのー、タレ タリあるじゃん。だから、多分途中で当たるのかなえ待って違う。あ、スタン対象だから号令とかだからもう全員なのかな全員か。これ書き方めんどくさいね、これ。遠距離カードとかのこうカードアップじゃなくてスタン体制だから、じゃあスタン、もうこれ絶対もう、あのー、スタン系カード、アバカンとか号令とか、その辺は、まあ、もう絶対積むみたいなところが多分大事だね。でもね、何が早いかって見てないんだよ。でも多分、もう近距離さっきね、 早かったと思う。ケリー入れてたかな確か。<laughs> ポートルキー撮るとき、自販機キックだったけどさあの、相変わらず。ね、見えちゃうよって。まあ、短パン履いてるんですけど。で、も <laughs> うねー、もうやばい、マジで。19日だよ。遠い。<laughs> 遠いんです、マジで。本当に。遠いよね、19日。で、まあ、スタンね、聞くんだけど、まあ、効果、ぶっちゃけダメージ増加より、 効果延長の方が強いんだよ。でもこれどのくらいかって言うんだよ。もし、もしだよ。<laughs> これがさ、もう2秒、1、多分1秒ぐらいかな増えるの。だとしてもな、1秒でもやばいんだよ。だってもうそれってさ、もう、デズが6秒なんだよね。で、ワティンヤン4秒なんだよね。でも、5秒になったとしてさ、その1秒めちゃめちゃでかい。本当に。もうめちゃめちゃでかいから、本当に、そこを絶対 実際にスタンカードは1枚積んでおこうっていうもう,もう覚悟、ね、ででそれなんだけどそこのあのもうこれ特攻みたいになってるよねこれアクセラデータでそうこっちのアクセラデータの方が まあ、ガンナーで、まあ、攻撃、まあ、暴力、体力がもちろん、防御と攻撃高いのはもちろんなんですけど、体力がね、やっぱね、本人ガリガリのクソやつ、クソとこで、上条さんに倒されて、メンタル折れて、もう、使い、能力使いすぎで、とか、んだかいろいろで、もうね、もうこいつはもう、杖、杖持ちになっちゃったから、もう、体力全然ないんだけど、まあ、まあ、ちょっと能力はやっぱ強いよね。最近のコラボゲートはやっぱ能力強いんだよね、やっぱり。 そこら辺はコラボだから優遇されてるっていうのもあるけどさこれもうミサ坂は完全にアクセラデータに対して何かできるかって言われたらまあもうゴリ押すしかないよねうん <laughs> だからまあレールガンでワンパンするっていうのもあるかもしれないけどでもうーんそれそうあのワンパンしたいんだけどそもそもスタンが効かないから当たらないんよねもうだからねそこが <laughs> ちょっとあだになあだっていうかまあもう 難しいところになっちゃうかな。だから、アクセルデータやるんだったら、ちゃんと仲間とね、行くことが大事だと思います。で、まあ、必殺、アクセルデータの方も言うとうと、まあ、こう、プラズマ高電に行きたいって。プラズマね、あの、そう、最初に <laughs>、もう、ミサカのあれ、あれね、シスターズが殺された時って、殺される現場の、あの時にやってたやつ。本当に最初期なんで、ね、もう能力としては最初期のものなんだけど、なんか設定としてはなんか今、設定というかコラボ自体は T とかだ うんなん時,間時間変じゃないって <laughs>。ちょっと思うとかあるよね。でも、プラズマ生成発生して、敵に引き寄せで接触超ダメージと。まあ多分これね、あのー、めちゃめちゃ効果時間長いってわけじゃねえけど、マリアよりは短くて、で、範囲はマリアよりはな、あのー、なんだっけ、広いって感じだと思う。で、でもダメか貫通ではないと思うから、まあ一応多分、まあ、防げれるには防げれるけど、多分吸引力はね、 どうなんだろうマリアとは、マリアよりちょっと低いぐらいかな多分。あれ見た感じだと。映像確か。だからまあそこはね、ちょっと強いな。範囲広いから。C とか,か多分あれ囲えるんだよね。だから、そんなのもう来たらさ、もうそろそろダメだし、ね。ダメか貼っても切られたら終わりだから、そこでもうね、それこそ周囲カードでグラナートとか撃たれたらまあ終わるから。まあ、こいつはまあすごいよ。うん。 で、あ、そうだ、HA の方ね、三坂は、HA がなんかね、長押しで、まあなんかその <laughs>、まあよく、なんか、三坂に絡んでくるような、なんか、なんか、チンピラどもバリバリ、バリバリじゃね、ビリビリするね。なんか、周囲、周囲スタンみたいな。溜めてスタン、なんか、溜めて放つみたいな,な、なんて言ったらいいんだろうね。ドーム上にだんだん広がってって、 なんかあのー、周りのやつ一気にスターンするよってだからいつでも号令打てるみたいなそんな感じだねでもすぐに打てるわけじゃなくてやっぱりためないと広くないからそこはでも多分防衛向けだったりするんじゃないかなやっぱりだからなんか C になんか来そうだよとかそういう時とかにあのー、C で C 付近で打ってもらえたらちょっと待って閉じないんだけどどういうこと 終わった閉じないわもう <laughs> でまあ C 付近で、まあ、C, C 相全員倒してでみん落ちて、まあ、C 触ってる時とかに、まあ、前出てそれ打ってればまあ強いんじゃないかなと思いますそれであとまあほんとにもう打,た打ちどころが結構あるけど、まあ、隙はあるからそこはまあ <laughs> ね使いどころ大事ですよとでもねやっぱ攻撃的に行くんじゃなくてあれ防衛寄りだからやっぱり。 あの時も三田川ね、その自分、あいつら倒したいわけじゃなくて、普通にちょっと懲らしめてやるみたいな感じだったから、そこはちゃんと、ね、防衛、<laughs> 自分の味方、自分っていうか、その味方を守るために使った方がいいよね、絶対。でもアクセラレーターね、そう、<laughs> あの <laughs>、範囲がルルカで、あの、動きがリヴァイなんだよね、もう。で、硬直時間はちょっと、まあ、どんどん、レムよりちょっと短いぐらいだったかな、確か。 いやー、ちょっとやばいよね。ガンナー、動けすぎだよね、もう最近の。もう、ガンナーがさ、ポン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 、どっか行っちゃう、本当に。もうよ、よく、どっかの骨やろうがさ、もう飛ぶからさ、もうこれで、もう、どっちももう見たような体型だよね、もう。体型同じようなもんだからさ、ガリガリ。だからまあ、 もういきなりまあ、でも耐久はまあ体力少ないから貫通カードとか積めばまあすぐやれるんだろうけど、まあ防御高いからそもそも普通に殴る分には、えー、全然効かないとは思うんで、まあちょっといきなり詰められたらね、だるいとは思います。で、ダウンも入るから、そこはね、ちゃんとダメ化をちゃんと合わせるなり、カードを吐いて <laughs> スタンさせてみたりみたいな、そういうのも、 ね、大事だと思う。でもね、スタンね、効かないんだよ。そう。そこでね、効かないんですよ。だから状態異常じゃなくて、普通にフルークとかね、あと、レオンとかね、その辺の攻撃カード、ちゃんと状態異常効かないやつでもの方が絶対お得だからね、状態異常カード吐くだけこいつに無駄だから、まあそこは、ね、 そこちゃんと使い分けていかないと、やられちゃうよっていう。でこれカードの効果説明でちょっとわかんないんでね。直接効ーカードの状態異上反射って、効果半減。で、HS ゲージ消費って、これ、どういうことだこれ。<laughs> <laughs> HS ゲージを消費すると直接効ーカードの状態異上反射するのか、効果半減。あ、ま、違うん。んよくわかんないんだね。ここの説明が。うん。よくわかんない。うん。まあ、ということでね、トラドコロボ始まるから、ね、みんなね、コンパスやろうね。やるよ。 やれよ。うん。やっぱ、ちょっとこの後。はい。これとこれね。でコスチュームね。いや、ステリアさ、ちょっと職法を選ぶの、マジで天才だと思う。やっぱね、でも、こいつ来てからもうさ、敵人多すぎなんだよね。こいつのカーボの時のさ、コスチューム。ねシオンといいさ。あと他に何かいたかは、もう他多分いなかったけど。いや、マジでね、チョイスがいい。本当に、チョイスが。で、もう <laughs>、 <laughs> あもうもうね欲しい <laughs> でラビーが黒子といやこれもねいい,いいんだよでもねこのラビーとステリアの関係っていうのを考えたから食法とあの黒子って考えるとな何て言うんだろうまあちょっとなんかねなんかあの黒子はまあ職方にうっ敵敵みたいな感じのあるけどいやでもそんなねもう何て言うんだろうあのね もううんでも多分ねななかなかっていうかやっぱ男だからさ片方 <laughs> なんていうの語彙力がないんですもうあのー、うん何ていうのねでもいいいいんだけどなんかなんかねななんかあれなんよなんかうん <laughs> うん黒黒子ねうんまあでも多分多分っていうかまあ九州で まあ、こいつにくっつくって考えると、うん、うん、うんって感じ。あ、そうだ。そう、美坂がね、メグコスあんだよ。えって思って。え、欲しいってなったから、ちょっと、それ、それと、通常コスとメガコスってか、メガコス出たらメガコス使うから、絶対。もう、絶、絶、絶対欲しい。うん。で、まあ、シスターズ。あれ、待って、あれ画像がない。さっき載せたはずなのに。あ、まあ、とりあえずね、シスターズ。 ボイドールで。で、ちょっと、コクリコラストオーダー、やっぱね、頭いいんよ、やっぱり。<laughs> もうね、見てこれ、あれ好きじゃないもう、本人でしょ、これ。もう、本人寝てるときこんな感じだからね、もう、もう、もうさ、これ、これ、本人なんだよ、マジで。これさ、コクリコに見えないこれ。どうこれ。ねトールファンの皆さん、どうですこれ。これもう、本人でしょ、これ。ほら、ちょ、画像。画像。ほら、もう、 ちょっと待って、画像がね、ない。やばい、どうしよう。ちょっと画像、いかがわしいものあるから、どうしようかな、ちょっと。いや、まあ、言うわ。ちょっとこれ、言うってかね、もう言えねえから、え画像なかった。この後、載せる。で、えー、っと、なんだっけな。えー、っと、まといが、サテンさんで、で、えー、っと、アリスが、えー、っと、ウィハルだったかな。 いやね頭にかぶり物のってる時点ではアリス合ってるんだけどねサテンさんがまといねなんか「うん?」なんか中身同じだったっけなってちょその辺ちょっとよくわかんないし覚えてないんだけどなんか「うん?」ってちょっとなんかなんかなんか別のいなかったかなーってちょっと考えちゃうねでも実際いたかっていうと「え、う、え、んうん ちょっとわかんない。ちょっと覚えてない。いやー、でもね、やっぱ来たことが一番嬉しいから。はあ、マジで。生きがいにはなんないかもしれないけど、これのためになんとか、なんとかなっていきたい。ほんとに。これで <laughs>。もう19日まで生きれるかな俺、マジで。おっと。もう、やばい、マジで。ま <laughs> じで楽しみにしてる、ほんとに。ね、絶対、で、そう。 コラボヒードーチケットが1枚ね、もらえるらしいんでね、これでどっちか出るまでリもらうっていうこともできると思うんでね、本当に、本当にやろうね。うん。大事だから。ね、役、あれだから、決まり、ダメ決まり、やれ。うん。コンパスやれ。はい。<laughs> ということで、19日、12月19日からね、とあるコラボを開催するんでね、やってください。ということで、今日の負けはこんな感じで終わりと思います。明日が日曜日で、明後日また月曜日なんでね、皆さんもね、明日、なんか楽しんで、 で、あさってはなんとかなってください。それじゃあ、おやすみなさい。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、また今度